ワボイソプさん、アニャセヨワボイ社長ユウです。お久しぶりです。おはようございます。おはようございます。ここはどこでしょうか。ここはソミョンの近くの超ウップっていうとこなんですけど、うん、前々からすごい紹介したお店があったんですよ、うんうん、まあ社長が見つけたんですけどあのね、見つけたんだけど、はい、見つけた記憶がないという、うん、でも社長が美味しいって言ってって言って、うん、ワボイスの中であの、うん、ブームになったそうね、はい、お店なんです、はい、はい、そうなのでちょこちょこプライベートでは来てた形跡もありますが、今回動画に載せようと、はいはい、ということです。せーの、サボピカイエー。ババイザ、このロータリーから歩いて5分ぐらいかな、はい、で前までは私の記憶ちょっとねコルモクだから道のね中にあったんですよ、はい、うん、でさっきちょっと通りかけてみたら表に出てきてたな。流行ってるんですね、やっぱり。流行ってる。違うんです、今回ね、うん、この、うん、あの食堂を紹介したかったのは、うん、ザ・ワボイソ的、うん、こんな路地の中誰が見つけねみたいな、あの旅行客がね、そうそうそうっていうシリーズで来たんですけど、うん、めちゃめちゃ前に出てたそうそう、あの大通りね、はい、まあ見つけやすくていいですよね、この黄色い看板が目印、はい、じゃじゃーん、はい、なんでしょう、タッカンマリグクス、ね、っていう感じですか。タッカンマリグクス、鶏一匹の、はい、まあ、麺、麺ですね、はい、まあ、上の方はオリニオンって書いてありますね、はい、子供用ですね、はいはい、下の方が、まあ、大人用。なんかこれだんだん辛くなって、見てくださいブルダックですよだんだん赤くなってません？そうですね、はい、まあ、これはユウさんの担当かなと。私一番おいしいやつで辛くない違う、違うでしょあ、ちょっと下はクッパプだ。あ、クッパプ、あ、で、こっちククスだ、で、こっちクッパプ、うん、あ、だから、麺のものもあり、ね、麺のやつもあり、ご飯で食べてもいいよ、うん、で、で、まあ普通に食べ、なんですかね、普通に辛くないもの、うん、で、ちょっと辛いよ、すっげー辛いよっていう3段階色すごい鳥ってこんな色なれんですね、はい、じゃあこれでいきましょう。はい、じゃあ走りましょう、はいはい、じゃああなたは、ここがクプスです、はい、でこっちがクッ、こっちから始まってクッパプ、はいはい、ですので普通、はい、中辛、大辛、はい、大辛っていうのかな、はい、同じことですね。で、社長がじゃあクッパプ、辛い、習ったんですよ。名前が変わった。ね、そこはプルダックやったのに。じゃあ、でヒョングムかカード、はい、ね、現金かカード、カード。で、席に移動します。じゃあ一番奥に。じゃあ注文して好きな店、あの店で、あ、席に座れば、うん、まあ、交換券を渡して持ってきてくれる感じ。持ってきてくれる。韓国語は使えなくても大丈夫です。うん、タッカンマリって意外とね、なんかあんまり韓国で、プサンでタッカンマリの店とか、タッカンマリ食べたことないんですけど、あれってソウルの方に多いんですか？多いですね。なんかトンネルのところにタッカンマリエリアがあるって言ってて、韓国の友達にタッカンマリって言ったら、何それって言われる時ありますよね。なくはないんですけどね。で、結構紹介されてる部分においてはソウルが大きいです。でもっともっと細道の中にあったおばあちゃんの家って感じじゃなかったですか？最初衝撃だった。こんな大きくなってやっぱり人気だから。あの最初はあのワボイソメンバーの M さんが来たんですよ。ああ、新たですね。伏せたの。まあなんで伏せるんだって話ですけど。お前なんかいいでしょ別に。言っちゃいけない人なのかっていう、今のちょっと、はい、で。ちょっと衝撃を受けた美味しさ、うん、でその衝撃を引き継いでマナちゃんが、うん、すごい衝撃的なこのタッククスって言ったのかな、これはタッククスですね。そうそうそう、タッククスがあるから、うん、皆さんほんま一回黙ってちょっと
ついてきて、頑張って、うん、頑張って、はい、もうほんまに美味しいから行こうって言って、でもなかなかアクセスが、うん、バス乗ってこなあかんから、うん、ほんまに時間とか余裕あるとき、しか無理やって食べたら、うん、スープの優しさ、その海外に全一人で来た女子2人を癒す。うんうん、すごくバビーちゃん、ね、来ました、おさみがクックス、ちょっとビジュアル、こんな一匹入ってて、うん、ちょっとスープ、わあ、なんか日本のラーメンの麺みたい、ちょっとね、あ、この辺はね、赤い、その、タレというか、ソース入ってるけど、こっち見たらね、もう透明、あ、ほんとだ、タンパク感、サービス、あ、サービス、カムサミだ、カムサミだ、あーで、カムサミだ、クッパ入れてくださいっていただきました、そうです、これ本当は2000ウォンで売ってるんですよ、あー、なるほど、そのサリッツが、社長の方のスープちょっと色いいですか、はいはいはい、あのね、はい、ほら、セクシーでしょ、この足が足組ませてるんですか、これ、こっち見てください、ね、そっちもキャワでしょこっちセクシーだから、かなり、はい、桃のあたりで、こういう感じで、こう、ね、ネギがいっぱい、で、中身ご飯ですか、鶏の中身かご飯は下に、いや、下にありますね、下に、じゃあ、クッパクの上にほんまに鶏が一匹乗ってる感じ、いや、これ美味しそう、ちょっと食べてみてくださいね、ちょっととりあえず3段階ね、この一番ちょっと辛いと言われる、うまい、うまい、辛い、マラタン辛い、チナメ、そのレベルじゃない、そう、だって、ちなみぐらい、マシそうよって言ったんですよ、おばあちゃん、辛い、あ、無理ですか、無理、無理かもしれない、これね、ちょっと2段、この1段階下ならいいかもしれない、ファイティン一言だな、完全一言、私スープ透明なんで私は透明のスープを、なんかその、なんか喜んでるその表情がちょっとあれなんですけど、いただきます、よかったなみたいなするか、あー、鶏ガラですね、うん、すっごい鶏の味出てて、さっぱり系です、なんか喜んでないか、ゆうさん、この味に興味がないね、こちらの味、あ、このこっち美味しく食べてるどう、味見でも食べてみましょうか、山椒めちゃめちゃ効いてますね、あ、どうした、これちょっと中国的な辛さないですか、 あるある、マラタン、マラタン的な、本当に上顎下顎全部痛い山椒胡椒のそういう系の状のがガッてきて、そしたらずっとまだ胸熱いもんですよ、これ温まりますね、あった、どんだけ温まりたいねってこれでも温まるけど、おいしそう、おいしい、久々にゴゾーロップ系、うん、取ってつけたような、なんかゴゾーロップちょっと飲んでみてください、全然こっちだね好み、好み、ね、好みやね、うん、いや、辛い人が本当にね、中国的な、言ったように、ユウが言ったように中国的な辛さが大丈夫な人っていうか、好きな人はこっちでいい、うん、うん、山椒 の味がめっちゃ効いてて美味しいですよね、うん、でも、こっちが、うわうわほろほろほろ、ほら、あ、すごい、全部取ってる、全部取ってる、柔らかなんて幸せそうなんだ、何時間煮込めばこんな柔らかくなるんやろ
まあ、サムゲタン の, あの鶏の感じです。うん、ね、ほんとほんと、そんな感じ。この一杯でね、この一杯で全て集約されるのはすごく食べやすいからいい。で、日本人はラーメンとかに慣れてるから、はい、うん、すごくいいと思いますよ、うん、慣れてる、うん、なんかあの距離感はないはずです、うん、変なあの香辛料とか入ってなくて、うん、食べたことあるような感じの味です。鶏が流れて可愛いですね、これね。あささん、あささん冷めてもいいですか。うん、この胡椒も辛いからね。山椒でしょ。山椒か、入ってますよね、山椒。すごい、すごいグッとくる辛い。まあだけどね、この辛さを知ったのは良かったでしょう、うん、うん、断然に私はね、ちょっと辛なくないそちらの方が味としては嬉しいですね。ちょっと辛さに弱いので。ワーボイソップさん、結構お腹いっぱいだけどね。うん、張りますね、麺細いのに、うん、鶏がすごい、あの、いや、まあ鶏も 1話だし、麺もやっぱりボリューミーだから、うんうんうん、お腹いっぱいになるんだよこれ、ね、うん、これだけで。いや、そうでした、そうそう、ね、美味しかったです。一旦このソミョンからバスでやっぱり来るのが一番いいかなと思います。うんうんうん、後でちょっと住所をつけてもらって、はい、うん、皆さん、なんか食べなんか辛いものに疲れた時とか、うん、来てもらったらいいかな。で、1人も大丈夫だし、2人で分けてもいいし、あとサイドメニューになんかスープとか、筋スープ、これ美味しそう、うんうん、私ちょこちょこ見てましたけど、コラーゲンいっぱいって感じだったんで、結構サイドメニューもあるので食べていただけたらいいかなと思います。はい、はい、ていくだけいいですか。はい、YouTube の卒説明欄にいつもこのお店の、まあ、そのお店の営業時間とか住所貼ってるんですけど、うん、YouTube ってコピーができへんから、うちら一応その住所は、うん、Twitter やったらコピーができるんですよ。なので Twitter にもお店の情報を、上げてるので、ぜひ Twitter もフォローして、そこからコピーして、うん、Google マップとかに貼って貼っていただければと思いますので、はい、Twitter の方と YouTube のチャンネル登録といいねボタンと愛をください。え、そんなのあった、はい、そんなのあった、うん、くずぽい、3年ぐらいやってるやつなんですか。愛をくださいって知らない。ぜひ食べに来てください。はい、うん、美味しそうで、美味しかったです。辛さでやられてる。美味しそうです。もうね、すごいんですよ、ちょっとね。もうあとはだからリノに譲りますから、はい、もう本当にすごかったな。こちらをね、次回も食べたいと思います。美味しくいただきました。以上、ワボイソップさんでした。バイバイ。クロス、ジョエル。